それぞれのダッグアウトへ引き上げます。もう一度このシーン、右の肩のあたりに当たっています。ピンチランナーは尾形です。さあ、足のスペシャリストをピンチランナーとして起用。矢沢さん、長嶋監督が1点を取りに来ますよ。そうですね、調子のいい吉村をこう変えてしまいましたよね。ここはバッターは4番の原です。1塁ランナーが尾形。さあ、ノーツーです。ノーストライク、ワンボール。ここはまたね、当てに行く場面じゃないですからね。はい、最終ランナー走る。原はどうしようかというバッティング。これがショートへのハーフライナーとなりました。宇藤か、いいスタートを切っていたんですが、ツーアウトランナーありません。ヤクルト側からすれば、橋本と出してくるのはその計算してなかったんじゃないでしょうかね。はい、斉藤7回ぐらいまでと、この回ぐらいまで出てくるんじゃないかなと。高津が投げております。どうやらこの後高津が来るようです。ツーアウトを取りました。ランナーがありません。新井のカウントがノーツーです。ツーアウトです。山下さん、この投球フォームどうですか。いいフォームしてますよね。本当にそれ今年になってようやくキャンプをやり通すだけのスタミナがつきました。体力的にも自信を持ってきました。これのまっすぐあればね、今みたいなフォークもね、決めがありますよ。はい、随分スピード差がありますからね。アウトコース、いっぱい144キロ。